楽しみ、緊張してきた。こちらの動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ついに始まるということでね、この度は株式会社トリニティの高橋様、そして石倉様、ネギ様はじめまして、サングラス提供の、三月さん、山下様含め皆様本当にありがとうございます。ついにオーストラリアに行くことができます。本当に皆様のおかげです。いつもご覧いただき本当にありがとうございます。これからね、オーストラリアメルボルンに旅立ちまして、向こうで楽しい動画をたくさん撮りたいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。 Alright guys, thank you so much for watching. I hope that was helpful. If this video make you want to travel, don't forget to give me a like. Let's get started!The city of Melbourne is situated in the southern Australian state of Victoria. Opening out like a fan from the shores of Port Phillip Bay, Melbourne is home to over 4 million residents. 着いたんすか？まあ、あの、ウェルボルンは着いたみたいです。嬉しいっすね。ついにっすね。移動っすね、ここから。移動っすか？はい。なんか、バスが2階建てでおしゃれっすよね。確かに。スカイバスって。スカイバスって言うんすか？これもなんか日本とかに導入した方がいいんすけどね。え、もしかして初めてですか、ここ。初めて。これ僕言っときますけど、勉強さしました。飲食禁止ですし、寝る禁止ですし、次何駅止まりますって言わないですか。それ自分でやらないんですよ。だから自分も高めれるんですよ。なるほどね。勉強してこらダメです。いた。さて、オーストラリアの旅が始まりました。オーストラリアはどんなところかというと、まず一つ目紹介します。建物の癖がすごいです。さて、ここも今から癖が作られるんでしょうね。キヨキヨハロー YouTube よろしくお願いします。ついに着きました、メルボルンです。大事した。ありがとうございます。皆さん、今日はどこにいるかと言いますと、じゃん、メルボルンです。了解。ありがとうございます。ちょっと今ランニングのシテロが来たんでね、ちょっと抜きますね。ちょっとすいませんね。あ、日本と違ってやっぱスピードが違う。スピードちゃうじゃないです。見ました、今の格好。夏です。こっちホテルに向かっております。もう鳥のさえずりが日本とは違います。いいですね。いいですね。こう街並みこうちょっと見渡して、こう分かるかな、このいいよね、海外の感じ。知らんやん。え、あんた初やん、童貞やん。海外童貞とか言わんといてもらっていいですか。見て、電車が落書きだらけ。もう電車が、街中がアート。それが全員でいいだら。もっとこう、飛行機ってどんな飛行機でしたっけ。飛行機まあ7時間あったんですけど、まあ、常に前の座席に膝はまず当たってますよね。当たってますよ。で、僕らだけ飯が出てこなかった。そうや、あれ、なんで飯が出てこへんかったのか。リアルに分かる。謎のままですね。いやいやいや、あ、エレベーターあるで。だからなんだとよ。何そのオカマ風な感じ。ペラペラやな、英語。ペラペラやん。 あんま喋りたくないですけど、正直言うと、まあ、アメリカ昔行ってたんですよ。だから下半身とか毛なかったりするんですけどね。言っていいですか、言っていいですか。何すか。旅行でしょ、ただの。行ってたって、その言い方や。アメリカのことですか。うん。いや、でも期間やばかったですよ。期間だいぶ長く行ってましたけどね。どれぐらい行ってますか。1週間です。短っ。旅行、しっかり旅行。あ、そうなんですか。感覚がやっぱ僕セミなんで。はかないな。はかないですよ、セミの命って。だいぶはかないな。まあ、セミ編見てもらうと分かるかなと思ったりする。オーストラリア遠征に来たマキヒカに早速ハプニングか。マキヒカの身に何が。いかなる時も前向きに、うまくいかない時ほど前向きにですよ。